熱中症がどれだけ筋力を落とすかがわかるスクワットデッドリフト実況始まります。さて今回はどんな感じにメニューが進行していくのか、わざわざ訪問いただいたありがたい視聴者の方々に説明してくれ。今回の動画はスクワットとデッドリフトをまとめて動画にしました。スクワットは前回のサイクルでは235キロ5レップを行ったので240キロ5レップが目標です。シューズもレスリングシューズから新しいアディダスのウェイトリフティングシューズであるパワーリフトに変更しました。パワーリフトは他のリフティングシューズよりかかとが低いので結構扱いやすいシューズなんです。デッドリフトは前回のサイクルで220キロ5レップまで戻ったのでそれ以上を狙っていくサイクルです。リフティングシューズでよく使用されているナイキのものだとかかとが高くてスクワットの前傾角度が大きく異なるからな。具体的にはかかとが高いシューズを使用すると体が垂直気味になるから、ある程度の前傾角度をキープしたエハリーのようなスクワットには適さないんだ。それに一番スクワットが強くて240キロ7回を行った時もアディダスのパワーリフトを採用していたから、ハリーにとっても相性のいいスクワットシューズということになるな。今回のサイクルではスクワットとデッドリフトの両方ともしっかり記録を伸ばしていきたいところです。現時点での動きもなかなかスムーズなので非常に結果が期待できるサイクルではないでしょうか。しかしこの後全てが崩壊する事件が発生して記録を伸ばすどころではなくなることをこの時のハリーは知る由もなかった。スクワット4周目210キロ5レップの日、とにかく重い、重すぎるんです。もう潰れてしまうのではないかと思うレベルで本当に重い。先週のスクワットでは動きが良かったのに一旦なぜこのようなことになっているかが理解できませんでした。210キロの後に行った220キロは笑っちゃうくらいにひどい動きです。もちろん当時のハリーさんにはこの事態を笑い飛ばせるほどの精神的余裕などは一切ございません。確かにこのスクワットの動きはひどすぎてとても240キロ5レップを目指すサイクルとは思えないな。まあ結論から言うとこの時期は軽い熱中症になってしまっていたのだが、その答えにたどり着くにはしばらくの時間がかかるんだ。ハリージムには実は一切の空調設備がない。そして極めつけは実はハリーの寝る場所はこのハリージムなのである。この時期は毎日朝起きたら頭が痛くて一日中相当だるい日が続いていたんだが、明らかに寝てる間に脱水症状や熱中症になっていたわけだな。スクワットも動きも悪いから当然デッドリフトもできたものではなく、200キロもわずか2レップで中断するハリーなのであった。そしてようやく自分が熱中症にかかっているということをミドケオーナーから指摘され、すぐに窓用エアコンを購入。これがウィンドエアコン冷房専用タイプ CW1818W です。構造としては前側から冷たい風が吹き出るのに対して後ろ側がクーラーでいうところの室外機になっているので熱い風が吹き出ます。窓を開けて使用しないと一向に室温が下がらないということですね。今までの夏は空調がなくてもなんとかなっていたんだが、今年の夏はさすがに暑すぎてついにコンディションを崩してしまったな。こいつの性能は普通に冷たい風が出てくるので20度設定にしていると逆に寒いレベルで冷えるぞ。しかし室外機と一体になっている構造から少し音がうるさいことと窓を開けることで外の音が入ってきやすいというデメリットある。何はともあれこれでハリージムでの熱中症から解放されたわけだが、一度熱中症になってしまったことでその後のサイクルは非常に厳しい転換になっていく。スクワット5周目、この日は220キロがメインセットの日。前回は220キロ2レップを行った際には本当に動きが悪かったですが、今回は多少は改善されるも根本的に力が出ずに3レップで中断。もちろんここでのメニューは220キロ5レップを行うことだったんですが、サイクルの中盤に調子を大きく崩してしまっているので修正ができないレベルのコンディションに陥っている模様です。どうやら一度熱中症になって調子を崩してしまうと秋ぐらいまでは調子が戻らないとも言われているようだな。つまりどう頑張っても今回のサイクルは失敗になるわけだが、なんとかしぶとく重量を増やして活路を見出していくハリー。
本格的な暑さが訪れる前に窓用エアコンを設置していれば、予定通りサイクルが進行していた可能性もあることを考えると、今年の夏は甘酸っぱい思い出となりそうだな。せめてこの動画を視聴してくださっている方々は本当に熱中症対策には気をつけてほしいと思う。外ではなく部屋の中で熱中症になるという危険な事実が少しでも広まってほしいものだ。デッドリフトは4周目。回数を行う気力も体力も一切ないので、1レップメニューに切り替えました。とりあえず、240キロくらいまでは、このコンディションでもやっておこう、という心境からです。なんとか1レップだけなら、ある程度の動きはキープできていますが、やはり、根本的に出力が出ない感じが、この時にもありました。ちなみに、今回の動画では取り上げませんが、熱中症の影響で、ベンチプレスもひどい状況になっており、165キロ3レップで相当粘って潰れそうになっております。ベンチプレスに関しては、また次回の動画で話していきたいと思います。それでスクワットは6周目。今回合わせて、あと2回で終了です。なかなかコンディションが優れない日々が続いてますが、重量はきっちりと増やしていきます。結果から言うと、今回のスクワットでは、若干調子を取り戻しかけたのですが、取り戻しかけたところで完全にピークアウトしてしまいました。つまり、今回のスクワットが一応のピークだったというわけですね。まあ、前回のスクワットが220キロで3レップしかできなかったことを考えると、今回の230キロ4レップは、よく調子を戻した方だと思うぞ。ハリージムは、窓用エアコンによって快適空間に変貌したわけだから、コンディションがこれ以上落ちるということもないわけだからな。しかし、前回のスクワットサイクルでは、230キロと235キロでは5レップできているんだから、筋力が落ちていることは、疑いようのない事実だ。何の前触れもなく、横浜みなとみらいで開催された、ピカチュウ大量発生中2018を見に行ってきました。大量のピカチュウが、動作を合わせて更新する姿は、中の人が熱中症にならないか、非常に心配してしまう、ハリーさんなのであった。ピカチュウじゃなくて、ハリチュウが一瞬見えた気もしたんだが、デッドリフトはサイクル最終。前回は230キロまでやったから、今回は240キロまでやって終了だな。当初の予定だと、230キロ4回くらいで終了させるサイクルだったんだが、今年の猛暑に完全に敗北して、大きく下降修正を余儀なくされてしまったわけだな。野生のハリチュウは、1年間に1回しか現れないので、非常に珍しいポケモンらしいですよ。スクワットの調子がやや戻ったので、デッドリフトも期待したいところでしたが、最低ラインの調子までは、今回取り戻した感じがありました。次回のサイクルでは、完全にフレッシュした状態で、しっかり身のあるサイクル内容にしていきたいと思います。現在の状態に関しては、ようやく、怪我の痛みもなくなったのですが、今まで練習量を確保できなかった問題から、単純にデッドリフト力が落ちているので、その部分の引き上げが急務です。デッドリフトができなかった間は、ベンチプレスに注力した影響でお胸が肥大してバランスが大きく変わったことから前傾角度がきつくなってファーストプルが非常に辛いです。次回はその点にフォーカスしてブロックの上で行うデッドリフトを積極的に採用しようと思っております。そしてスクワットもサイクル最終。残念ながらここではすでにピークアウトしてしまっておりましたので集体を晒すことになります。アップの段階からこれはダメだなわたと感じていたのでやむなしです。そして、A7 フィットネスの新商品、ヘッドバンドが届いたので、海外リフターっぽく着用してみました。アメリカンが A7 ニースリーブと合わせると、なんだか強そうな感じがしませんか ?T シャツもハーフパンツも A7 フィットネスで固めているので、これがモンスターハンターなら、同一装備の恩恵で、ステータス向上もあり得るコスチュームですね。残念ながらヘッドバンドを着用している海外リフターのような強さは伴っていないから少々残念な人になっているんだがな。まあせっかくサイクル最終週に商品到着が間に合ったんだからここで使用しないとしばらくお披露目もできなくなるからやむなしか。せめてそのヘッドバンドに見合う強さに成長してくれと願うばかりだな。はい、よし、さあ、えい、えい、
といった感じで、熱中症になってしまうと、しばらく筋力が元に戻らなくなって、メニューがめちゃくちゃになりますよ、という実況動画でした。次回は、きちんとしたスクワットとデッドリフトをお届けできるように頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。良ければ、高評価ボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。